午前6時20分ごろ、富士市中野郷で近隣住民から富士川駅付近で黒い煙が見える、2階建ての家全体から火が出ているなどと消防に通報がありました。火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、消防によりますと火元の住宅を含む3軒が焼けたということです。けが人はいませんでした。この影響で JR 東海道本線は一部区間で一時運転を見合わせていましたが、現在は再開しています。